動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシナデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあ、しばらくちょっとポッドキャストの更新だし、生放送なんかっていうのもできなくて、申し訳ないですけども、まあ結構忙しくてですね、まあちょっと10時ぐらいまで働いてたりとかしてたんで体力的にもしんどいのでですね、まあネタ書く時間も考える時間もなかったんで申し訳ないですけども、こんな感じですけどね。で、今日地元の酒造の酒蔵開きに行ってまいりまして、まあこれはちょっと生放送またでも来週もちょっとできないのかな。20日、祝日があるよね。祝日があるんで、まあその日にやってもいいのかななんて思ったりもしますけども、まあちょっと生放送また別の時にやろうかなと思いますんでですね、よろしくお願いします。で、まあお酒も買ってきましたんで、今日はちょっとそれを飲もうかなって、そんな感じで、休みを満喫しております。さあ、ということでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思いますけども、ポッドキャストの収録ができない間にちょっといろんなところでこの情報が入ってまいりましたんで読みたいと思います。南極大陸でペンギンに鳥インフルエンザ感染確認。前々からちょっとニュースで読んでまいりましたけども、南極とかの方で鳥インフルエンザの感染っていうのが確認されてましたけども、いよいよペンギンの方にも感染が確認されたというニュースが入ってまいりましたので、2つ続けて読みましょうかね。で、これ一つがイギリスの南極観測局が発表したニュースによると、鳥インフルエンザの最新情報、サウスジョージア州の南極諸島のペンギンは、鳥インフルエンザの検査で陽性反応を示しました。で、このサウスジョージア島のジェンツーペンギンとオーサムペンギンでウイルスが検出されたのは初めてですということで、ジェンツーペンギンとキングペンギンですね、この種に鳥インフルエンザの感染が確認されたということで、まあ、これを確認されてしまうと、まあ、どうしてもペンギンというのは集団で行動する生き物なので、まあ、どんどん拡大してしまうんじゃないかという、懸念があります。で、もう一方でございますが、こちら3月、さっきの3月12日かな、12日で、こっち3月16日ですね。で、これはチリですね。南米チリの政府機関の南極研究所は14日までに高病原性鳥インフルエンザ H5N1 型に感染したペンギンが南極大陸で初めて見つかったと発表した。南極大陸では先月に鳥インフル感染例が初めて確認されたばかりで、集団で行動するペンギンにも急速に広がる様相を呈してきたということでございます。で、どうしてもね、やっぱりその鳥インフルエンザっていうのの感染は心配ですし、我々もやっぱりそのペンギン好きとしましてはですね、これからペンギンの数、そもそもペンギンの数っていうのは減ってるって言われて、特に皇帝ペンギンなんかっていうのは減ってきてるって言われておりまして、さらにそこに鳥インフルエンザが追い打ちをかけるんじゃないかっていう懸念がありますけども、まあこれから先ちょっとどうなるかっていうのは気になりますよね。で、ただね、一個ちょっと気になるのが、その感染源がまだ特定されてないっていうのが一つ気になりますよね。で、まあ、おそらくその渡り鳥が運んできたんだろうというふうにも言われておりますけども、僕の中で一つ懸念事項としてあるのは、人間が運んできたんじゃないかっていう懸念ですよね。最近南極に対してそのクルーズ船だったりとか、クルーズ船っていうかその観光船、豪華客船みたいなので、南極観光みたいなのでペンギンに会いに行きましょうみたいな、そういうのがあるんですけども、まあその大陸、人間が住んでる国、場所からウイルスを運んでくるっていうことを考えると、そういう感染源っていうのも僕はあるんじゃないかなと思いますよね。で、まあ、南極っていうのが、まあ、観光地として切り開かれていく反面で、そういうことがもし起きてるんだったらば、果たして正しいのか、そういう南極っていう場所を観光地にしてしまうのって正しいのかなっていうのは僕は思います。で、昔僕は、そういうクルーズ船で、南極旅行いつかしてみたいななんて言ってまして、お金もかなり、2、300万かかるっていう風に書いてましたけども、でも行きたいななんて言ってましたけどもね、もしなんかそういう感染経路として人間が関わってしまうのであれば、僕はそれは行かない方がいいのかなっていう風に最近思ってますんで、
まあ、皆さんも、ね、実際その生のペンギンに会ってみたいという方もたくさんいると思いますけども、まあ、そうやってペンギンたちを苦しめるというか、ペンギンがいなくなってしまうようなことに結びつくのであれば、まあ、会わないっていうのも一つの愛し方なんじゃないかなと思いますし、まあ、日本は本当に恵まれてて、水族館、でも多くのペンギンに会うことできますのでですね、まあ、そういう場所でペンギンをめでるっていうことに留めておくっていうのがいいんじゃないかななんて思っております。ということでございまして、今日のニュースは南極大陸でペンギンに鳥インフルエンザ感染確認ということでございました。